おはようございます、あかつきです。10月11日10時17分今日も元気に大阪城2本目。なんかね、中国経済がいよいよねダメみたいです。どうなんのかな。日本やったらね大騒ぎになるようなね話がね日本のマスコミにはね出てないんですよ。これGoogle の翻訳でね訳したんですけれども、何や分からへんねんけど、12月6日にねデフォルト起こしたんですって。まあ中国のね地方債権みたいなやつ、なんていうの、城東債とかいうのがね、城の投資の債権みたいなのがねデフォルト起こしたんですって。これへんがね、なんかそれで世界ニュースでは大騒ぎになってんねんけど、それだけじゃなしにね、もう中国では銀行がいくつもね潰れてるそうです。でデフォルトって何かと言ったらね、利息も払えなくなったという、まあ、債券売ってますよね。まあ日本で言ったら国債の地方債みたいなのをこう発行してて、で国のお墨付きがあるのに、その利息さえももらえなくなったと。だこれだから国のお墨付きですよ。日本で言ったら国債がね、国債とか地方債がね、パンクするようなもんやからね。これなんか偉いことみたいで。ほんで、なんや、中国って今、ウイグル人権法とかね、決められて、いよいよ危ないし、どうなるのかなーって。まあ、たまに、ちょっとこういうニュース見たら、動画これまだ全然見てないねんけども、ウイグル人権法案可決とかね、中国奴隷ビジネスと日本企業への影響。日本企業でまだまだ親中派の企業って多いですからね。なんか経団連が一生懸命中国へのね、仕事増やしてみたいな。なんかわからんけど、そういう政治への圧力もね、あるみたいですよね。だから、中国人ってね、昔の知り合いから言うと、中国に仕事持ってってもね、国際特許とか、いろんな外国で特許取ってはるんやけども、中国は無理って。中国は最初からもう特許取らない。で、もうパクられるの分かってるから、でもパクられても自分で真似できへんようなね、なんか知的財産権を持ってはる人がね、言ってはったけど、まあ、そういう、やっぱ信用の置けない国ですからね、まあ、世界中から、まあ、信用の置けないようなことをいっぱいしてきたらね、だから、どうなるのかな。だからでもギリシャでもデフォルトしてもまあなんとか生きていってはるし、どうなのかな。中国って大きすぎますからね。まあ多民族国家で10以上のなんか民族があるらしいじゃないですか。言葉もねいくつもあってね。だから一つの国じゃないんですよね。だからどうなってるか分からへんけども、まあそんな情報のお知らせでした。よろしかったらチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。